こまで言うか The Voice そこまで言うか On this program, the Dennis personality will bring you in his own view the Times News JOLF AM1242時刻は午後4時を回りました。こんにちは、コラムニストの勝山雅彦です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。毎日日替わりでコメンテーターがニュースを語るザ・ボイス、そこまで言うか。月曜日はコラムニスト勝山雅彦さんとお送りいたします。なんか妙な天気で、あの冬にね、11月にこんなこと言うのもなんだけども、はい、ここまで、局まで来る時もですね、ちょっと歩いてて 妙に汗ばむというか、あので湿度が高いでしょ、はい、今日ずっと午前中は東京雨が降っていましたけども、ムッとするような陽気で、はい、今 22.3 度ですね、はい、有楽町のここはですね、で湿度が 83.9%、 これは確かにちょっと蒸し暑いような、そうですよね、嫌な天気ですよね、はい、このあと夕方はまたにわか雨が関東降るところもあるということですので、お気をつけいただければと思いますが、まだそうか、そうなんですよ、ちょっと雨雲が西の方にあったりしますね、はい、房総半島の、ね、南の方は今降ってるね、現に、はい、かなり降ってますね、やや強い雨で降ってるところもあるということです。大体天気の話をするときはですね、日本では人間関係としてですね、はい、話題がないときなんですけど、話題はあるんですが、はい、もうすでにこの台本的にはですねその、プロ野球の、はい、プレミア12というですね、12っていうのか、はい、12というのか、そこすらわからない、アナウンサーならちょっと前で振り仮名振っとけ、これね、12だ、あ、じゃないわ、12だそうです、12で今、はい、なんですが、あの、いや、なんか普通もうちょっとですね、うん、あの WBC とかだったら盛り上がるじゃん、なんか日本人としてこう愛国心が盛り上がるわけですが、なんだかちょっと申し訳ないけど、あの、やってたのっていう、そうそう、実はあの日本の試合としては昨日が開幕戦でありまして、はい、昨日は日本対韓国、5対0で日本が勝ったということで、大谷翔平投手が、6回を投げて無失点と、こんなのもうキムチと味噌汁飛び交うような、あの大騒ぎにならなきゃいけないよね、普通だったら、あの視聴率は 19% 取った2点だけ、はい、日曜日だしな、昨日は札幌ドームに、ま、3万人近い2万8000人の観衆を集めたという試合であります。まあ、我々がなぜこんなにいい関心が薄いかというとですね、これメンバーを見ると分かるんですが、侍ジャパンのメンバーですね、うん、阪神の選手、それ我々って今一般視聴者 あのリスナーの方々を代表するようなことを言うんじゃないよ。それはたまたまここのスタジオのブースの中で関心があの薄くて、もうすごいニッチでしたね。 さっき打ち合わせ入ってた時に、あんなもん誰が見てんのとか言ってひどいこと言ったんだけど、今見たら視聴率とかすごいじゃないですか。いけねって話だ。阪神は藤浪が選ばれたんだけれども、はい、肩壊していて辞退したんだよ、辞退しちゃってで、飯田君もっと言うと、選ばれるような人間がいねえんだよ。殿皆までお言いなさるな。いやいや出会い出会い、そうなんですよ、阪神の選手一人も出てないんでね、昨日はあの巨人の坂本選手のホームランがあったりとか、あるいは中日の平田選手のタイムリーツーベースがあったりとか、他の何その棒読み、棒読み、今皆さんご報告します、飯田浩司アナウンサーは今目の前で初めてスポーツ新聞をめくりながら、そこで目についた見出しを読んでいる。いや、やっぱね、サンケイスポーツさんまとまってるだけです。大谷161キロ、そうそうそう、見出し読んでるじゃないですか。すごいよね、世界一しか見てないですよ。いや、俺も今 目に入ってみて、そんなことない、皆さん見ましょうよ、ちゃんとね、あの、あのね、素晴らしいイベントが行われているわけでございます、はい、ちなみに、はい、タイガースは鳴尾浜球場の500人というスタンドが満員になって、外の人が溢れるというぐらい、うん、監督を見に来ています。秋季キャンプ、31番と、6番と、6番と金本、現役時代の番号をつけさせただけで、大成功と。ごめんなさい、そっちしか見てませんでした。こんなことやったのね、韓国とね、はい、で、今度12日の木曜日なんですか、紙が入った紙が、はいはい、そう、日本放送ショーアップナイタースペシャル世界野球 WBSC プレミア12、ドミニカ対日本戦をですね、試合終了まで完全実況生中継、夜7時からであります、解説は秋井之さん、実況は煙山光則アナウンサーで、これ今予選のリーグをやってまして、うん、これプレミア12って、世界ランキング1位から12位までの国の代表が来てるんですけど、うん、2つに割って 6カ国ずつのリーグをやってます、うんうん、でここから4カ国が上に上がって、そこからリーグ戦になるんですが、決勝リーグに日本代表進出した場合は準決勝および決勝を日本放送で、お送りいたします。さっつい5分前まで知らなかったことをよくするしれっと
読めるな。いやいやいや、何を言ってるんですか。あたかもずっと前からあのウォッチしてたかのようなことを。ちなみに、今日はですね、はい、ザ・ボイスのね、第777回目の放送でございます。はい、777回目、揃ったから何か出てくるかっていうと何も出ません。いつも通りの放送で、はい、いつも通りの放送でございます、はい、あ、今一つ訂正が入りましてね、プレミア12の決勝なんですが、僕リーグって言いました、はい、決勝はトーナメントです。だからほら心を入れないで知らないことを喋るとそういう事故が起きるんだ。大変失礼いたしました。野球聞くなら日本放送ショープナイターということで、一つ皆さんよろしくお願いいたします。さ あ, あ、それでは5時半まで生放送ザ・ボイス、そこまで言うか、株と為替の値動きからお伝えしておきましょう。東京株式市場、日経平均株価、先週金曜と比べ377円ほど高い1万9642円74銭でした。4営業日続伸、8月20日以来2ヶ月半ぶりの高値をつけております。為替は1ドル123円20銭付近ということで、だいぶ円安に触れております。さあ、この後メニューざっとご紹介しておきましょう。ニュースピックアップ7、前半戦4つのニュース、まずはロシア機墜落事故の続報です。そして日米鉄道協力会議、それからミャンマー総選挙、そして中台首脳会談と、前半戦4つのニュースです。後半戦ですが、北朝鮮情勢、それから潜水艦の輸出をめぐってサイバー攻撃かというニュース、最後は訪日観光客数のさらなる拡大に向けてという7つの、うん、そうながら面白そうなラインナップだね。今早速ね、はい、書き込みがあってね、あら、私がさっきね、視聴率って言ったからね、日本放送テレビもやってるんですか、すいません。さっきのはですね、テレビで中継してた多分ところの、もういいからどんどんどつぼにはまるから次行こう。はい、ということでご意見お待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグはシャープボイス1242です。勝谷さんとお送りするザボイス、それではこちらから参りましょう。ザ・ボイス、そこまで言うか。ニュースピックアップ7、4時8分になるところです。 AM1242 日本放送ザ・ボイス、そこまで言うか。今日のニュース7項目をピックアップして勝谷さんと解説していきます。まず一つ目、こちらです。ロシア機墜落事故、ボイスレコーダーに爆弾による爆発音か。10月31日にエジプト東部のシナイ半島で墜落したロシア旅客機の事故について、ロイター通信は昨日、エジプトの航空事故調査委員会の調査官の話として、操縦室のボイスレコーダーの録音が途切れる直前に記録されていた雑音の 90% は爆弾による爆発音と同じであるという見方を報じました。またイギリスの新聞では、旅客機が墜落した直後、墜落を祝う過激派のメンバーの会話が情報機関に傍受され、その中にイギリス人のものとみられる声も含まれていたと伝えております。この事故に関してはロシアの航空当局の話で、整備に異常がなかったのに空中で爆発が起こったと証言があったり、あるいはプーチン大統領がエジプト便の運航停止を表明したりと、これは徐々にテロっていう見方が強まってきたということですか。ね、うん、本地基本通りじゃないけど、私は最初からテロであるとずっと、はい、言ってきました。はい、これはね、僕は航空の専門ということはわからないけれども、周辺国の動きを見ていて、はい、テロとしたい側とテロとは絶対にしたくない側とのせめぎ合いがなかなか面白かったというかね、興味深かったんですね。はい、これね、ロシアとしてはね、自国民を失った多分最大のテロなんですよ。はい、ロシアっていうのは情報統制国家なので、ましてやプーチンさんだ KGB 上がりなので、俺の下でそういうことが起きるわけがないと、起こさせないということで、割と国民に対するアピールがあったから、最後まで抵抗をしていましたね。はい、一方西側はこれ全部情報がイギリスから出てるでしょ。そうなんですよね。なんでわかる？これは旧宗主国ですか？そうです。そうです。MI6、要するにイギリス情報部が全部あの辺は統括。エジプトだとか。しているんですね。アルメルシェイクって今回 その出発地から航海を隔てた向こう側は、はい、要するにイスラエル側ですね。では、とかサウジアラビア側は、はい、まさにアラビアのローレンスが活躍した場所で、ローレンスっていうのはご存知のようにイギリスの情報部員だったわけで、はい、あの辺は全部とにかく部族庁に対する浸透がイギリスの情報部はすごいんですよ。そこからのいろんな複雑、さまざまな情報で、これはテロだとかなりの部分で確信をしていたということだと思いますね。で、これは、それから、かわいそうだって、かわいそうっていうか、のは、要するにイスラム国ね、いわゆる IS、はい、IS の、うん、
分派がいるんですね、はい、市内には。だから今市内半島って、ね、観光客が本当に行っちゃいけないぐらい IS によって、占拠されてるんですよ。で IS は最初にすぐ犯行声明を出しました。そうでしたね。ところが世界中がはぁって言ったと、うんうん、で焦ったからもう一回出した、はい、でもう一回出してやっと今度は本当かなと思ったんだけど、うん、僕は最初の声明ではこいつらやったなと思った。なぜならシャムライルシェイクは僕行ったことないんですけども、あの辺の飛行場からよく乗ってるんですが、非常にセキュリティチェックが甘い。あ、そうですか。だから今ね、そのもちろん最初は下から撃ったんじゃないかと言われたけど、1万メートルを飛んでるところをスティンガーにしろ RPG にしろ、要するに下から撃てるだけの能力はないです、うん、そのゲリラごときにね、はい、だから中の爆発だろうとは僕は思ったけど、で中の爆発だとした爆弾を積むか、あるいは自爆テロで持って乗るかっていうこと、これは簡単だなと思います。だってその空港のセキュリティそのものに IS の工作員が入っていれば、はい、いくらでも通せる、あるいはその荷物を搭載する関係者にいればいくらでも乗せられるわけだから、はい、これは簡単なんですよ。脅すわけじゃないですけど、年末年始海外行かれる方はちょっとそのこと頭の隅に置いておいてほしい。つまりどこから乗るか、あ、どこから乗るか、乗るところにそういうテロリストの手が入るところか入らないところかってことは考えておいた方がいいですね、うん、僕なら、乗りません、そういうところからは、うん、そうやってずっと生き延びてきたわけなんだけれども、だからおそらくあのテロであることは間違いがない。なそれでなぜロシアかというと、やっぱりこれはシリア問題ですね、はい、シリアで、アサド体制をロシアは支援してるわけですよね、はい、でそれ以外の IS ではない、反政府組織を爆撃してると言っているけれども、そんな分かんないんですよ、現場で IS か IS じゃないかなんて、うん、要するにみそもくそも一緒にこう ぶっ放してるわけですよ、うん、だそれに対して IS が相当反発をしてるっていうのは当然のことで、さまざまな理屈から言って、まあ、起こるべくして起きた事故かなと、うん、だけどね、これね、飯田くんね、はい、珍しいここのところでね、割とはっきり犯人が、まだこれ分かんない、 IS かが分かんないけど、IS だとしたら久しぶりに分かるっていうか、その前マレーシア航空機が2つ落ちたでしょ、はい、あれ何なの、なんで未だに分かんないの、うん、あのね特にあんなありえないでしょ、インド洋の方にで消息不明になったのに関しては、それまで何十年間ずっと飛行機が落ちたら必ずすごく詳細なところまで分析されて発表されてきたでしょ、うんうん、そうですね、だけどインド洋はどこ行っちゃったののままで、何か花が見つかったとか病気が見つかったとかいう断片的な情報は、はい、それからウクライナ国境も誰が撃ったのか断定の情報は一切まだない、そうですね、はい、うん、この遺族は浮かばれないよね、うん、誰に殺されたか分かんないわけだから、ね、つまりそういう世の中なんだよね、あの、うん、本当の証拠が出ると国際社会、国際の力関係において誰かかとどこかがどっかで揉めるようになるという、うん、うん、で絶対的な悪者と絶対ものはいいものが分からない世の中になっているところで、だからこれもちょっとまだ分からないですね、このシナイ半島のやつも、うん、今はこうなってるけども、それが IS の爆弾なのかなのかっていうの、これどうなのかということは、はい、これから判断されるということだと思いますね、うん、はい、では続いて2つ目こちらです。日米鉄道協力会議の設置で合意。石井啓一国土交通大臣は今日アメリカのフォックス運輸長官と国交省で会談し、アメリカでの高速鉄道整備などについて話し合う日米鉄道協力会議を設置することで合意しました。日本政府はワシントン近郊での超伝統リニア導入、そしてテキサス州やカリフォルニア州の高速鉄道計画での新幹線技術導入を目指していて、国交省では高速鉄道の輸出実績に向けて、議論を深めたいとしています。フォックス運輸長官は昨日 JR 東海の山梨リニア実験線で最新型車両に試乗しまして、最高速度505キロを体感しております。で試乗が終わった後にフォックス長官は、リニアは輸送の奇跡といえ技術の進歩の証明だ、大変印象深い日になったと述べております。成長戦略の柱の一つということで、政府は力を入れているようですけどね、うん、これ、はい、伊田君、 なんでアメリカがこんなこと始めたか分かる、つまり、ええ、航空産業ってアメリカの大きな柱の一つでしょ、うん、はい、ええ、そうです、ね、であんな広い国で、うん、鉄道なんていうのは開拓時代を除いたら、はい、もう目もくれなくて、うん、終わった産業ですよ。だからワシントン郊外の通勤電車はあっても、えええー、そんな長距離を鉄道で移動するなんてことはなかった、うん、
んじゃないですか。久しくなかったということですね、うんうん、でましては今 MRJ みたいに近距離の小型のね、うんはい、いい飛行機ができつつあるのに、うん、なんで急に日本に鉄道協力会議なんか、そうですよね、始めたのかということなんだけど、これはさっきの話と結びつく、おテロですね。飛行機に対するテロを防ぐ自信が ないんだな。はあ、さっき言ったの理由でどうしようもないんだよもう、うん、ああうん、飛んだら一蓮托生なわけです。はい、今もパウダー状 の爆薬がいっぱいできてきて、だからボディチェック、ボディを全部はい、オールボディ、ボディを全部透視する装置なんかも入れてるけれども、もうこれいたちごっこなわけです。でもちろん鉄道だってテロはあり得るけれども、はい、全員が死ぬようなテロはなかなか起こせない。起きたとしても線路をぶっ飛ばして1両2両を潰すくらいでしょう。はい、だから私はこれはアメリカがそういう地上輸送に結構シフトしていくのかなというふうに思っていますね。安全保障面で、安全保障面ですね。こんなこと言うのは多分世界中で僕ぐらいでしょうけどね。うーん、ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしています。メールはボイスアットマーク 1242.com です。9時19分です。コラムニスト勝谷正彦さんとお送りしておりますザ・ボイス、続いてのニュースこちらです。ミャンマー総選挙、スーチー氏率いる野党がリード。8日に投票が行われたミャンマー総選挙で、地元メディアはアウンサンスーチー氏率いる野党国民民主連盟 NLD の優勢を伝えております。今後 NLD が政権交代のための単独過半数を獲得できるかが焦点で、早ければ今日中に大勢が判明する見通しです。今回の総選挙は4年前の民政移管の後初めて行われたものでして、軍事政権の流れを組む与党の USDP 連邦団結発展党と、民主化運動を率いてきたアウンサンスーチー氏の野党 NLD 国民民主連盟が争う構図と、いうことで、選挙管理委員会は全国レベルでの集計作業に時間がかかっているということで、今のところまだ公式の発表を行っておりません。うん、まあ、軍人枠っていうのが別に4分の1ぐらいなんだね、あるということで、まあ、NLD が過半数を取るためには3分の2まで取らないとダメだ、うん、まあ取るでしょうね。うん、NLD 側にはだからアウンサンスーチーさんという偶像があるけれども、はい、軍政側にはないからね。うん、まあ、こんなのだけど正直言って軍政の好きなようにできるんだけれども、もうとうとう軍政側が降りましたね、国政を労働することが。それはまあやっぱ国際社会の圧力も非常に強いと思うし、日本も相当影響力がある、はい、日本っていうのは非常にミャンマーに対してはおそらく一番力影響力がある国でした、ずっと。うん、ビルマの立てこと取ったでしょ、はい、あれで分かるように残留した日本兵もいっぱいいるし、戦後はずっといわゆるビルマロビーと日本にあって、アウンサン将軍、つまりスーチーさんのお父さんに対しても強大な力を持っていました。うん、ビルマ軍のね、はい、使う言葉の中に頭右とか敬礼みたいな言葉の日本語はまだ残ってるっていうぐらい、うん、つまりイギリスから独立したビルマ軍を作ったのは日本軍、はい、だと言っていいわけです。うん、でこれ面白いのはだから NLD と、はい、日本のそういう旧軍とのつながりみたいなものは、うん、強いわけですよ。うん、ところがそのアウンサン将軍のお嬢様が、跳ねっ返りでイギリス人と結婚して野党側に行っちゃったわけだ。はあ、今の与党の USDP と旧軍政と一緒に、そうそうそう、だから NLD の方にアウンサンスーチーさんが行っちゃった、改革側にね。はい、でしかもそれのバッコレだが面白いのが、これちょっと言い過ぎかもしれないけど、旧いわば占領軍である日本側と、はい、つまりというか大東亜の新しい力である日本側と、うん、旧宗主国のイギリスの戦いなんですね。ほー、だから今までの軍政はどちらかというと日本の力というか、はい、なんだけども、うん、スーチーさんのご主人はイギリス人だし、これはだからイギリスが相当バックにいるんですよ。はあ、息子さんもイギリス国籍ですもんね。そうなんです、スーチーさん。だから大統領になれない、大統領になれないと、なれないわけだけども、うん、すごいこと言ったね、この間大統領よりも上の立場に私は立つ、はい、これも民主主義として言ってておかしいけども、うん、すごいことを言う人が、つまり、よく独裁国である最高実力者ってやつですよね。はい、うん、法的な根拠も何もない、根拠は何もないけども一番彼女の言うことは聞くっていうふうになるわけで、うん、だからスーチーさんのことを日本の大マスコミは大好きで、はい、まあお綺麗な方ですし、本当にプリンセスとしてずっと扱ってきてるけれども、その背後には結構ドロドロしたそういう大国間の
バックに誰がケツ持ちしてるかっていう関係もあるんだよということはね、はい、分かっておかないといけないとは思いますね。はい、では続いて4つ目こちらです。中台首脳会談、菅官房長官は今後も推移を注視すると発言。菅官房長官は今日午前の会見で、中国の習近平国家主席と台湾の馬英九総統が7日に会談を行ったことについて、中国と台湾の間の動きが地域の平和と安定に寄与することを期待し、今後も推移を十分に注視していくと述べました。また日本と台湾の関係への影響については、基本的価値観を共有する重要なパートナー、何ら変わることはないと話しております。まあ、オフィシャルな官房長官のコメントとしては今言った形になると思うんですが、今回の会談で一つの中国というのを双方アピールしてまいりました。日本にはこうどのような影響があるんでしょうか、この会談。まあ、最後っぺだよね、馬英九のね。もう次の、おそらく次の総統選では、はい、負けて民進党が出てくるでしょうね。だけど、その、まあ今はとにかく彼が総統なんだから、こういうことをやろうと思っても誰も止めることができない。で、これは大陸側からの相当なやっぱり下工作があったということで、世界的な外交の視野から見ると、これはもう大陸中国の独り勝ちで、台湾はいいことは何もないよね。で、外交っていうのはこれは、非常に国際的な常識として継続性が重んじられるんですね。はい、だから政権が変わったからといって根本的なことをひっくり返すことはないわけです。例えば日本で民主党というおバカさんの集団が政権取ったけれども、いろいろと辺野古の普天間の基地問題とか、はい、ちっちゃなことはわけのわかんないことでしゃぶ台返しをしたけれども、じゃあ日米安保を廃棄したかって言ったら、うん、はい、しないわけですね。そうでしたね。ただそんなことしたらもう近代国家として対外的に認められないわけ、その継続性があるわけです。だからやったもん勝ちなのね、外交に関しては。で、馬英九が今回何言ったかというと、今回のようなお互いの首脳会談を、常態化、つまりいつもやるようにしましょう。はい、これはね、でかい。これ次の民進党が政権取ったって、縛られますよ。はい、この口約束に。民進党の、要するに今度次の総裁、蔡さんかな。蔡英文さん。蔡英文さんが、会わなきゃいけなくなっちゃう。これはね、サイコッペとしてはひどいこと、俺が見たらひどいことだな、うん、をやらかしたなと。だいぶ次の政権にタガをはめた。タガをはめましたね。いや、賢いね、馬英九は。今できる自分で最大のことって言ったら、これでしょう。おそらくそれで中国、大陸側からの、工作、プロパガンダがあったわけで。で、はい、一度そういう首脳会談をやるということを決めてしまったら、それを通じて、大陸からはさまざまなメッセージを送ってくるわけで、そうすると台湾の内部がどんどん切り崩されてくるわけですよね。はい、そういう意味で今回の首脳会談は、なんか日本は日本の大マスク見てると、儀式のような、まあ儀式なんですよ、儀式だけど、これはとんでもない先を読んだ儀式と言っていいんじゃないかね。まあ、それによって、まあ一国二制度とまではいかないけれども、だいぶ取り込まれてしまうと、東シナ海の戦略関係がだいぶ変わってくるってことになりますか。そうなんですね。南沙諸島と、はい、要するに習近平さんってあんな極悪パンダみたいな顔してる人だけれども、すごい飛び回ってでしょ、今回シンガポールでバエさんと会って、はい、その後ベトナムに行ってでしょ。そうですね。これ二つあって、一つは、極悪パンダが外ウロウロしても大丈夫なぐらい政権基盤が安定してる。ちょっと昔だ、弱い指導者だったら、留守にした瞬間、下手したクーデターになりが起きるけれども、ああやってウロウロできるということ。で、もう一つは台湾、ベトナムっていうところを、はい、つまり、まあ台湾は島だけど、まあ要するに陸側を抑えてる。どういうことかというと、これは南沙諸島をめぐって南シナ海で、海は結構日米同盟、はい、それから海洋アジア諸国の同盟が強いなと。お前出てくんなよっていうのは意外と強いなと思ったんで、はい、とにかく陸の方をしっかりやろうとしているところですよね。注目すべきはこの中台もだけども、はい、やっぱりベトナムとの会談、ベトナムはだけどすごいなと思ったのは、習近平とあちら の首相が会ってるのと同時に、はい、日本から中谷防衛大臣が行ってた、はい、中谷防衛大臣が行ってどこに行った、カムラン湾 の、うん、海軍基地を訪問してる、はい、
あそこはもうね、もう中国、あ、違う、ベトナムの中枢中の中枢であって、うん、それをよその国の国防大臣に見せるっていうのは、もう好きにしてっていう女みたいな、いや、すみませんね、昼間、夕方からね、みたいなもんで、部屋に巻き入れたような、まあ、入れたようなもんですよ。ね、うん。ということは、一方でニコニコしながら習近平と握手をしておきながら、一方で日本の国防大臣をそこに入れてるっていう、このしたたかなベトナムのね、外交っていうのは。今度日本はベトナムに船を2つ寄付する、はい、これがね、外洋型マグロ漁船というのが渋いんだけどね、おこれが日本のくだらない武器輸出三原則に触れないように多分知ってるんだと思うんだけど、直ちに向こうは巡視艇か海洋監視艇に改造するでしょう、でもほとんどペンキ塗り替えるだけぐらいの感じですね。そうそうそう、ひょっとしてなんとかなんとかもあるにもそのままかもしれないけどね、今だから要するに実利では日本が完璧に海洋的な軍事的なつながりはそこで持ってるわけだ。うん、でニコニコしながら習近平来たら握手はしてるというところが本当に今このアジアの中国と日本のせめぎ合いは面白い、うんうん、ニュースピックアップ7、4つのニュースを取り上げました。残り3つこの後5時台後半戦でお送りします。 The Voice そこまで言うか、マサヒコカツヤ The Focus。4時34分に今なりました。ザ・フォーカスのコーナー、気になるニュースを一つ取り上げてそれの読み方を考えていきます。今日は本のお話、うん、黒島を忘れないっていう本が出ました。はい、出たばっかしたんですが、西日本出版からですね、これ黒島っていうのはね、要するに沖縄へ特攻に行く兵隊さんがね、はい、必ず鹿児島から飛び立って通過するところだったんだけど、はい、特に戦争末期にはね、もうエンジンもちゃんとした整備ができてなくて、不時着したりですね、はい、途中で落ちてしまって、遺体が流れ着いたりということがいっぱいあったんだけども、それをその島の人たちが、助けたり、それからあるいは漂着した人がなんとかその戦友のことを知らせようと思って本土まで実際船で行こうとしたりというようなことを、書いた物語なんですが、これを書かれた小林さんという方が、まあ、私の知り合いの知り合いなんですけども、はい、書き終えて出版の前にがんで亡くなられてしまってね、その意思を継いだあの人々がこれを本をやっと今形にしました。ぜひとも黒島を忘れないっていうのをね、はい、皆さん検索していただくと、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、ちょっとイベントもありましてね、はい、これも多分ラジコで日本中聞いてるので、大阪なんですが、はい、明日の10日の19時から、純駆動の大阪本店でですね、はい、このサイン会、小林さんの奥様、がですね、サインをしてくださるという会がありますので、はい、私も行こうと思っていますので、よろしければ、来ていただけたらなと思います。まあ、この小林さん、もともと映画監督でありプロデューサーであるという方で、はいはい、この黒島についてのドキュメンタリーを撮って、それを日本テレビ系列で流したりなんかもしてましたが、そこでは語り尽くせなかったことが本の中にかなり未完成原稿をね、随分中に入れてますよね。まあ、堂島のアバンザというところの1階から3階のある純駆動でですね、JR 線の北新地の駅のところですね、でありますので、よければちょっとネットで調べて純駆動の方に、はい、一応、予約は電話で受け止まっているようなので、はい、していただけたらと思います。はい、以上ザ・フォーカスでした。さあ、先ほど中継で、ニコンミュージアムとありましたけれども、ツイッターで結構盛り上がってますね。なんかニコンといったら勝也さんという書き込みをずっと頂戴しまして、はい、これはだからね、カメラマンっていうのは最初に持ったカメラで囲い込まれちゃうんでね、マウントが違うからね、よそのレンズ使えないんだよ。あ、なるほど、そこの互換性はないんですね。だから鉄道のあれと同じだよ、レールの幅と同じなんですよね。だから写真学校へは各社の売り込みがすごいわけ。学生のうちに取り込んじゃったら、はい、ずっと一生そこで行くから、もう20年30年のお客さんになると、はい、で私はニコンで、俺は父親が ニコン使ったからなんだけども、ニコンでずっと今までね大変お世話になって、もう生きるも死ぬも、もう何度もニコンと一緒に死にそうになってきましたけれども、非常にやっぱりいいカメラです。だけど、まあ、他のカメラ会社も、日本はとにかく世界一です、カメラレベルはね。なるほど、はい、時刻
は5時を回りました。コラムニストの勝山雅彦です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。この後5時半まで生放送ザボイスそこまで言うかお送りしております。メールをたくさんいただきました。さっきね、はい、あのテロの話で、その飛行機よりも鉄道の方がまだあの安全じゃないかって言ったら、早速いろいろとこう反論 の、はい、あのメールを頂戴して、町田市の52歳の会社員さん、飛行機テロはものすごい恐怖ですが、実は新幹線って満席で約1500人乗っているんです。それがすれ違いざまに何かテロにあったら3000人が犠牲になります。理論上の話ですが怖さは残ります。でも確かにおっしゃる通りで、昔っから言ってるんだけども、新幹線って乗り込むときに手荷物検査がないじゃないですか、はい、それと俺一番怖いと思うのは、上を道路が通っていたりっていう、はい、そういうクロスがいっぱいあるでしょ、あれ上から例えば重機かなんかこう落とされたら、はい、アウトなんだよね。はい、だからそういうことをどういうふうにチェックしてるのかなって、確かにそれおっしゃる、通りだと思いますね。他の方からもね、線路も破壊されたら復旧に何週間もかかるわけで、飛行機にも被害が大きいと思います。都市部で爆発すれば被害は甚大ですっていう、小型核爆弾や毒ガスは飛行機に持ち込みやすいないでしょうかって、これもおっしゃる通りで、それ言い出したら本当にキリがない、だけれども、なんていうかな、どうなんでしょう、やっぱりアメリカ、特にアメリカ本土東海岸っていうと911の記憶が大きかったりして、その建物に突っ込んで、それが崩れた時の被害とかが飛行機だと大きいとか、そういうことも念頭にあるんですかね。もうそれはな、だから程度問題の話でね、どちらにせよそういうことが起きるような状況を作ってはいけないわけで、それ言うんだったら新幹線だと山手線だってリスクは同じ。まあそうとなりますね。でしょ、日本のように首都に向かって毎朝何十万人という人がああやって通勤をしてるって国はなかなかないわけで、はい、この間ね、テロというのもおこがましいようなあれだけれども、 JR のほらあの施設に放火があちこちであったりましたね。あれもああいうあのチンピラだからまだあれで済んだけれども、あれが本当のテロリストだったら、もっといろんなことするしたらね、JR の山手線だってまだ踏切があるところだってあるわけ、だから、そういうところで破壊工作をしようと思ったらいくらでもできるわけで、本当に嫌な世の中になりましたよね。これはだけど、じゃあ乗ってる我々はどう気をつければいいのかというと、もうどうしようもないですよね。やっぱり当局に一生懸命それは頑張ってもらうしかないし、その何かを仕掛けられる前にやっぱり、はい、あの予防するということが大事ですよね。まあだけどいい国だよ、とりあえずそういう心配を本気でまだ、はい、あのしなくていいという。だけどこれは奇跡だね。あのね、今自衛隊のリアルっていう本があって、はい、これも本当感動したんだけど読んで、あの世界で一人も死んでいない軍隊、一発も敵に対して撃ってない軍隊って自衛隊だけなんですね、はい、で僕はいつもこれは割と揶揄して言うんだけれども、そんなものは軍隊じゃないっていうんだけれども、考えてみたらそういう状況にならないようなことをずっともっと本当にすごい努力でやってきたわけで、これは大変なことなんだよね。で自衛隊っていうのは、あの東日本大震災で見せてくれたように、あんなに例えば遺体の収容にしても本当に誠心誠意やるじゃないですか。あとその被災者の家の掃除なんかまでずっとやるわけじゃない、はい、あんなにその優しい軍隊はないわけよ世界中、でいざとなったらこんなにね政教無比な軍隊も実はなかなかないわけです、だから優しさと強さを兼ね備えた軍隊なんてね世界中でないですね。だからそういう意味であの立派だし、そういう立派な軍隊を育ててきたのは日本人だからね、はい、でだからテロもテロに合わないような状況を作ってるのも日本人だからね。またそのね、外で亡くなった人もいないし一発も撃ってもいないと言うんだけれども、もうその裏には過酷な訓練があって、で実は訓練だったりとか、あるいはそういうところであの心ならずも命を落とされた方っていう、殉職された方もいらっしゃって、まあ、今年総理がね、その一概に、ね、殉難碑ってあってですね、はい、1800数柱が祀られています、まあ、その中にはあの急患救護で行って、そうです、ヘリが落ちてしまったとかそういうようなことだった、陸上自衛隊の、ね、沖縄の飛行
交代でね、屋久島に墜落してね、何人も一気に亡くなって、はい、自衛隊最大の戦死と言われてますね、まあ、戦死ですよ、僕に言わしたらね。だからこれからこの間の安全法制で、安保法で、自衛隊が本当に危険なところに行くようになると、戦死という問題も出てくるでしょう。一番の問題は、何度もこの番組で言ってるけれども、はい、戦死された人をどこにお祭りするのかという問題を解決しないままに出すというのはね、これは日本人の僕は恥だと思うね。安く言ってはいけないだろうから、はい、かといって殉難費でもないだろうから、そうですね、一体どうするのかというようなテーマもね、この番組でちょっと取り上げていきたいと思います、はい、ご意見お待ちしています。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。5時11分です。今日のニュース7項目をピックアップして、コラムニスト勝谷雅彦さんと解説していきます。後半戦、まずはこちらから。北朝鮮金正恩第一書記の最側近、役職解任か。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、故金日成主席が展開した抗日戦争に参加した革命第一世代であるイ・ウルソル元帥が7日に死去したと報じました。イ・ウルソル氏の葬儀は国葬として執り行われますが、北朝鮮の国営メディアが報じた葬儀委員の名簿の中に、金第一書記の最側近の一人、チェリョンヘ党書記の名前が含まれていないことが分かりました。党書記を解任されたという説や粛清説、身柄に変動があったのではないかと見られております。まあ、解任や粛清という言葉は北朝鮮のニュースではつきものなんですが、今回のこのチェリョンヘ党書記、何度か粛清されてはまた出てきたみたいなことがあって、うん、今回はこれどうなんですかね。伊田君、しかしよく勉強してるね。台本はチェヨンヘって書いてあるんだけど、正確にはチェリョンヘなんだよね。チェリョンヘってちゃんと読んで、うん、まあ、そうなんだ。チェリョンヘ何度も姿消してるんだよ、過去に。そうですよね、うん、だからどうなんだこいつはと、なんかね、地下に潜るような任務をしてんだと僕は思いますけどね。そういうことなんですか。ああ、まあ、じゃなかったら、まんまと僕らその西側乗せられてんだと思うね。姿消したり出たりするたびに、はい、わーわー。まあでもね、あのおじさんをあの機関銃でぶち殺して火炎放射器で焼いちゃう人だから、チャンソンテクっていうね、チャンソンテクで、そうだから、はい、何する人か分かんないですけど、うん、だけどですね、このイ・ウルソルね、はい、元帥、素晴らしい。94歳なんだけど、北朝鮮で粛清されずに94歳まで生き延びたっていうのはね、もうそれだけで、大変なことですよね。あと、オジムとチェグアンぐらいでしょ、あの、人民軍のね、元帥って。元帥っていうのは、要するに将軍様にぐらいしかつかないわけだからね。だこれで革命第一世代がほとんど死んだから、はい、まあ、だから、金正恩はまあ第四世代ぐらいだからね、年から言うとね、はい、うん、やりやすくは、なると思いますけれどもね。しかしまあ、最近、北朝鮮のニュースが減ってるよね。そうですね、全然。なんでかって言ったら、あの北朝鮮ってまああの国土二次団体なんですけど、あの本家が、はい、最近あのブリブリやっててですね、南シナ海に出てくるわ、台湾と握手するわ、ベトナムに行くわと、はい、やっぱりあの本家が頑張ってると、どうしても二次団体はね、影が薄くなってるというわけで、別にだから何もしたいわけじゃなくて、はい、ずっと着々と悪いことをしてるんだろうと思うんだけれどもでもまあ、あの新聞にしろテレビにしろ、あの紙面、それから番組の時間は決まってるわけだから、はい、どうしてもあの親分の方の話題に行っちゃうわな。まあ、だけど我々はそれ忘れてはいけないわけで、はい、その拉致された被害者、あの同胞がどういうことになってるかということを常にね、逆にこういう静かな時こそ水面下で、はい、きちっと交渉をね、進めておいてほしいなと思いますよね。これ先日安倍総理が中央アジア歴訪しましたけど、その直前にモンゴルにちょこっとだけ寄ったっていう、あの辺なんかモンゴルルートっていうのがあるんですかね。あると、ある、ある、それはある。僕ね、言っちゃっていいのかな、あの中、あの要するに馬英九、馬英九とさ、はい、習近平がさ電撃的に会ったじゃない、別にその何の約束をするではなく会ったじゃない、はい、僕はね、安倍さんの政権中に日朝首脳会談はあると思ってる。お、どこかのタイミング、どこかのタイミングで。安倍さんは、まあ言っちゃうと、安倍さんの心の中には2つ絶対に自分のいるうちにやりたいことがあって、はい、それは拉致被害者の、同胞の奪還と、うん、それから北方領土返還の、まあ、メドだな、はい、これはだから安倍プーチン会談と安倍金正恩会談っていうのが、
どこであるかと、あいうことだなと僕は思ってますけどね。双方ともやはりトップ会談で決めないとことは済まない案件、だから決まらないかもしれないけれども、うん、トップ会談をしない理由はないので、うんはい、もう北朝鮮に対してもこれ以上の制裁やる余地があまりないからね、うん、だからそれはねあるなと。要するに今官邸主導外交で、はい、それについてそれをね補佐する外務省が本当に久しぶりによくやってる、同じ外務省かと思うぐらい頑張ってるので、うん、僕はあるんじゃないかなという感触はあります、うん、はい、では続いて6つ目こちらです。潜水艦機密情報を狙いサイバー攻撃か。オーストラリアが進める次期潜水艦選定手続きに参加する日本、ドイツ、フランスに対し、過去数ヶ月潜水艦の機密情報を狙ったサイバー攻撃が仕掛けられているとオーストラリアのメディアが報じました。情報流出は確認されていないものの、企業や製造拠点に対して機密情報入手を狙ったサイバー攻撃が繰り返し行われていると報じております。今のところ重大情報の流出は確認されておりません。オーストラリアのメディアは中国やロシア政府が関与しているという見方を伝えております。オーストラリアの複数メディアはドイツの大手機械メーカーのコンピューターからオーストラリアの潜水艦に関する機密情報を盗み取ろうとする動きがあったと伝えました。また有力紙のオーストラリアンは、ドイツ北部のキールにある潜水艦の製造拠点がハッキングの対象となっていて、1日に30回から40回不正なアクセスがあったと伝えております。これ日本もこの潜水艦の情報っていうのは狙われてるんでしょうね。まあこんなものは日常的に、あ、日常的あるわけで、このニュースの読み方は、はい、書いてるのはオーストラリアのメディア、ええ、で、オーストラリアは今だから次期潜水艦をそのドイツ、フランス、日本のどこかから買おうとしているわけで、まあ要するに潜水艦に対する興味が高いから、うん、こういうニュースが出ているわけで、はい、別にその日本やドイツやフランスのメディアはもうまあ、知ってても、もう書かないよね、というかあんまりニュースにならないよね、うん、それともう一つはそのこれ中国が非常にやっぱり興味があるというのは、要するに南沙諸島なんかへの海洋進出に対して、はい、日本はオーストラリアやニュージーランドと手を組んで、いわゆる太陽州ですね、うん、太陽州のメンバーと手を組んで一緒に防がないといけない、うん、フィリピンやマレーシアなんかだけじゃとても防ぎきれないので、もっと力の強い国がそのバックアップをしなきゃいけないということで、はい、それでまあこの潜水艦の提供なんかもあるわけなんですよね。うん、まあ、日本の潜水艦は通常型としては世界一の能力を持っています。この間赤龍というのも浸水しました、はい、だからそのこれはね、携帯電話と同じことになっちゃっててね、ガラケーとね、はい、ガラパゴスなんですね。原子炉積んだらいい話なんですよ。もっと長い時間ずっと潜航できる、数ヶ月ずっと酸素も作りながら潜航を続けるのに、なぜか日本は原子力潜水艦を、持たない。持てない。別に非核三原則にも、何にも抵触しない原子力潜水艦持ったからって、うん、で世界一の原子力技術を持っていて、世界一の潜水艦技術を持ってるんだから、原子力潜水艦を作ってずっと言ってんで、8隻ぐらい作って、うん、南シナ海にずっと潜っとけばもう中国なんか出てこれないんですよ、うん、日本の潜水艦技術やれば。だから原潜を作れってずっと言ってんのに、昔昔大昔、はい、ムツという原子力船がちょっとした放射能漏れ事故を起こしたせいで、日本人の心の中にトラウマができてしまって、うん、憲法9条と同じなんですよ。日本人はもうやめたってやらないって決めたらなぜかやらないという臆病なところがあるんですけれども、はい、それはもう原子力潜水艦を作ればいい。今スターリングエンジンを積んだ、はい、何週間も潜れる通常型原子力潜水艦って、これもガラパゴスなんですよ。そんな方に上手になってどうするのかと、うん、液体酸素積んでね、そうエンジン回せるってやつをわざわざ作って。だからオーストラリアもね、はい、ちょっと考えなさい。あなたたちも原潜持ちなさい、原潜。日本から、そんなスタリングに積んだ、通常型原潜のすごいの買ったって、うん、俺のガラケーすげえぜって、電池何十時間持つぜって言ってると同じだから、スマホ買って。うん。その方が早い。その方が早い。では続いて7つ目こちらです。訪日観光客数のさらなる拡大に向けて、総理が新ビジョン策定を指示。
今日日本を訪れる外国人観光客の拡大に向けた具体策を検討する閣僚と有識者による初会合が行われました。この中で安倍総理は東京オリンピックパラリンピックが開かれる2020年の目標である外国人旅行客年間2000万人の達成が今年にも達成する可能性が出てきたことを受けて、旅行客をさらに増やすための具体策や目標を盛り込んだ新たな観光ビジョンを今年度中をめどに取りまとめるよう関係閣僚らに指示しております。まあ、具体策はこれからということなんですが、外国人観光客をさらに増やそうという方針だそうです。まあこれ何そういう会議やるんだったら有識者による初会合するんだったら、安倍さんなんで俺を入れないのよこれほど、100億超える国って言って日本のお酒と観光についてはなぜか酒だけど詳しい人はいないと思うんだけれども、必要なこと、要するに旅行っていうのは顎足枕って言われます。顎足っていうのは食べること、移動それから枕は宿、食べるところはまあ日本は世界に誇る、そういう大国だから、それから移動もまあ飛行機はどんどん便数増やしてなんかで対応できる、一番時間がかかって大変なのが枕、宿泊場所ですね、今私でも地方に呼ばれていくと宿がない、外国人に取られてしまって、とご存知のように最近ニュースで多いのが、民泊と称して、普通のマンションやなんかに、中国人とか泊めちゃって摘発がされている、民泊はどんどんそれはやれるならちゃんと制度決めてやればいいと思うけれども、ああいう違法はやっぱりよろしくない、かといってね、いつまでもずっとこういう外国人が来るのは普通かどうか分かんないから、そのホテルに投資するっていうのは勇気がいるわけだけど、そこのところこそまさにその行政の出番で、まずはだけど民泊をもうちょっと合法化してね、きちっと制度化してやることじゃないかな、都心なんていっぱいその民泊じゃなくてもあれよ、あの今もうビルガラガラだよ、高層マンションに高層ビルにみんな入っちゃって、昔のビルなんかいっぱいだから、ガラガラだから、ああいうところなんかも活用するとかね、もうすでにあのトイレなんかあるわけだから、いろんな考え方があると思います。私の知恵をもっと使ってください。ニュースピックアップ7、7つのニュースを取り上げました。このコーナーインターネットで毎日無料で配信しています。番組ホームページをご覧ください。 The Voice、 そこまで言うか。お送りしてまいりましたザ・ボイス、お別れの時間が近づいてきました。明日のコメンテーターですが慶応大学准教授の神保健さん登場となります。お便り一つ、もちろんエンディングですから阪神タイガースここにもいるよ阪神ファンさん、そんなに別にね、あの天然記念物言わなくたって、阪神ファンは日本中にいるんですよ。そうですよ、1億2000万、メジャーですからね、侍ジャパンに阪神の選手は選ばれていませんが前提が爽快バッテリーコーチを務めているのは来年から阪神の一軍でコーチを務めるあの矢野さんですよ。そうでした、いい経験をしてもらって来季の阪神の活躍につなげてもらいましょう。お、その通りだ。そうでした、矢野選手です。矢野さんがもうコーチのね、本当ですよね、時代なんだよね。だからもうついでにこの際赤星さんとかね、そうですね、どんどん出ていただいて、いいなと思うのは最近ほら昔だったらなんかさ、いろんな派閥とかなんか言ったじゃない、そういうのは なくなったね、阪神の中では中で、まあ、派閥とか言ってる場合じゃないっていうか、派閥を作るほど実力があった人がいなくなったということも、あるのかもしれませんが、というわけで今日もありがとうございます。勝谷正彦と日本放送飯田浩司でした。